こんにちは、レオです。アンカーの発表会イベントにお邪魔してきました。で、その様子はもうガジェット好きだったら各所で目にしてると思うんですけど、新商品どう思いました？結構高くて、自分向けじゃないかもって思った人少なくないと思うんですよね。で、この後現地の様子見せるんですけど、12000mAh で13000円のモバイルバッテリーとか、6ポートの薄型チャージングステーションが15000円とか、結構それだけ聞くと、マーケット狭すぎじゃないって心配になりそうな新商品ばかりでした。でも実際現地でプロダクト触ってみて、いろいろと考えてみると、今のアンカー結構楽しいチャレンジしてるなっていうふうに思ったりもします。ということで、今日はまず現地レポートの様子を見てもらった上で、タイトル通りなんですけど、今アンカーが高額商品をずらっと並べて一見迷走しているようにも見える行為をとっているのがなんでなのかっていうところを僕なりに考察してみたいと思いますので、よろしかったら最後までお付き合いください。本題の前に、今回現地で見てきた新製品の中で特に気になったものを2つご紹介します。どうぞ。今回の中では一番マス向けっぽいのは多分これだと思うんだけど、これで 12000mAh の容量なんですよね。で、その代わり、パワー的には 130W のパワーになってます。でこれがどれぐらい大きいかというと、僕がいつも持ち運んでる、他社だけどね、 CIO のこのバッテリーがこれ 10000mAh で、これ 12000mAh の容量だから、容量だけ比較するともうサイズと容量比で言うとね、全然話にならないぐらい今回のプロダクトでかいんですよね。厚さを見てもこんな感じの差があるんで、もう全然話にならないね。厚いし分厚いし高いしみたいな感じなんですけど、で例えばこれ僕が持ってるいつものガジェットポーチで、これを入れると余裕で閉まる感じなんだけど、この12000を入れるとかなりパツパツですよね。パツパツで閉まる感じになってます。それぐらいの、ギリギリのサイズ感。あとは何せ重いよ。これは同じ12000という容量を持ってるとは思えないくらいの重さはあります。でもやっぱり特徴はめっちゃあって、もうまず画面が出るとかもあるし、あと何よりここね、ベーンと置いてこのままチャージできるみたいな、こういった特徴があるのが今回のプロダクトかな。あと2つ USB-C ついてるとか、何よりの違い、 130W 出力できるんで、これ USB-C ケーブル2つあるけど、ちょっとだいぶ汚いけど、こんな感じで USB-C つないだら、両方ね、 MacBook Pro と iPad mini とか、それに限らずもっともっとハイパワーで、両方を急速充電できるみたいなところが、こいつを持たなきゃいけない理由かなと思います。しかも、充電中こんな感じで、C 番1個目が何ワットでいってます、 C2 は何ワットでいってますみたいなね。これはなめてたな。これ結構かっけえっすな。これすごい見るとテンション上がるから、もしかしたらちょっと欲しくなっちゃうかもしれない、これを見ると、だから実際容量対サイズとか容量対重さで言うと結構厳しいとは思うんだけど、なんかここら辺のすげえニッチなユニークさがあるのが、今回のこのプロダクトかなと思います。ここに乗せて充電バッテリーして、こっちもついてる。今回の商品かなりエッジーで尖ったものだったなっていう風に感じました。アンカープライムパワーバンクは 12000mAh で 130W 出力で MacBook Pro を2台同時に充電できますみたいなコンセプトで、これ紛れもなくかっこいいんですけど、どうしてもこれがマス向けに受けるイメージは湧かないです。わざわざ 13000円の大きなバッテリーを携帯してまで出先で2台同時に Mac を充電したい人って、多分世の中でもめちゃくちゃ少数派だと思います。パワーバンクを置いて充電できるチャージングベースは、これ見るとかなりワクワクするプロダクトなんですけど、これも7000円出してまで買う余裕がある人、そしてここに価値を感じるガジェット好きっていうのはマジで少数だと思います。
しかもこのプロダクトに至ってはパワーバンクを買う人の中でその中でも選ばれた精鋭たちになります。で最大 140W 充電できる薄型のチャージングステーションはこれも思った以上に現地で見るとかっこよくて興奮するんですけど、これにしたって電源タップに1万5000円払える人、冷静に考えたらめちゃくちゃ限られると思います。全部とは言わないんですけど、今回のラインナップはかなり尖っていて、欲しい人は限られるかもしれないけど、まだ他社がやってない分野を探してそこに突撃しに行った感じがします。で、それがアンカーがちょっともがいてるのかな、もしかしたら迷走してるのかなって思いつつ、僕めちゃくちゃかっこいいところだなって思ってます。振り返るとアンカーがまず最初に成功したのがバッテリーでした。最初はノートパソコンの交換用バッテリーの会社としてスタートして、スマホの普及に合わせてバッテリー需要が伸びて会社をどんどん大きくしてきたっていう会社ですね。バッテリーで安くて高品質っていうブランドを築いて成功するまでが僕が考えるアンカーのサクセスストーリーのフェーズ1です。で、バッテリーで作ったそのブランド力を生かして家電とかイヤホンに横展開して成功してきた時期がフェーズ2のイメージです。本国の方でどういう展開だったか知らないんですけど、例えばイヤホン事業を作ってサウンドコアを立ち上げたりとか、ユーフィーブランドでロボット掃除機を定着させたりしてきた時代です。でここら辺は正直中国に工場のある電化製品の分野で今成功してるなっていうジャンルをホワイトボード上にピックアップして並べて、そして成功している他社と比べて安く、そして高品質にまとめ上げるみたいなことを賢く繰り返してちゃんと成功していったっていう印象で、まあビジネスお上手ですねっていう印象でした。例えばイヤホンだったらアンカーが参入した時点で競合はたくさんいましたよね。ソニーみたいに高級品を作る会社もあれば、サウンドピーツみたいにハイコスパなブランドももうすでにありました。で、アンカーが何やったかというと、サウンドピーツみたいな作り方を多分しつつ、要は中国の工場でバーンって作りつつ、バッテリーの方で築き上げたサプライチェーンの管理力、品質管理力と、あと何より安心安全安価なアンカー的なブランド力を付加価値にして正しくマーケティングをして一気に成功させてきたイメージです。ロボット掃除機もアンカーが参入した時点では競合がたくさんいました。もちろん高級方面ではルンバが筆頭だったですし、中国系のブランドもいろいろとある中で、イヤホン同様に高級ブランドにはない価格競争力と、あと逆に安いブランドにはない信頼性を武器に勝ち残ってきたっていう印象です。僕もビジネスパーソンなんで、こういう着実な横展開は本当に尊敬しかないですよね。もうサプライチェーン向き合いの方もマーケとか PR の方も本当によく間違えずにこの5年とかやってきたなというふうに思います。で、それで話を戻すと、ここまでがフェーズ2だったと思うんですね。それでフェーズ3で何やろうかというところで、今苦しんでるのが新しい価値の創出なのかなと思います。たとえ今ニッチだとしても、まだ他がやってないところで新しい価値を作りたいっていうのが今のアンカーなのかなって思います。例えばアンカーが最近作ったブランドに、コードレス水拭き掃除機のマッハってやつがありますね。高いモデルはスチーム対応で 99.9% 床を除菌しますっていうのが売りなんですけど、これもかなりのニッチ製品で10万円超えますし、今の常識だと持つ人を選ぶ製品だと思います。コンセプト含めてめちゃめちゃかっこいいんですけどね。ネビュラの高画質モバイルプロジェクター的な概念もかなりこれ人を選ぶ気がしています。一番最近登場したネビュラマーズ3っていうのがあるんですけど、このモデルはフル HD の映像を最大5時間楽しめる携帯型のプロジェクターです。普通プロジェクターって高画質性、高音質性みたいな進化をするところを、さすがバッテリーブランドだけあって、それ単体で何時間動くかみたいなことを追求して独自進化させています。で、定価で15万円なんで、これも買う人はかなり選ぶと思います。そして今回発表会で登場したのがアンカープライムシリーズというものの商品たちです。
でプライムシリーズの特徴は、まあ、全部ではないんですけど、基本的に 100W を超えるような高い合計出力で複数ポートで地下ガリウム使っていて、バッテリーなのにディスプレイがついていて充電速度が見えるみたいな感じです。そして充電器としてはだいぶ高級高額です。で合理的に考えたら充電速度見える必要あるって思うと思うんですけど、実際手にしてみると充電速度の見える化ってかなりワクワクします。でも価格に見合うと感じる人って、まあ、少ないとは思います。で今挙げた例を全部一緒にしてはダメかもしれないんですけど、こういうなんかエッチで高級で一部の人しか手に取らないだろうけど、でも刺さる人には刺さるよねみたいなプロダクトを出しているのが今のアンカーだと思います。でこれもなんでやってるかっていうと、バッテリーもイヤホンもロボット掃除機も結局は他社が追いついてきてしまう分野ではあって、あるいはアンカー自身が真似して参入した領域でもあって、まあ、価格競争になれば利益率下がっていくので、他社が追いつけない速さで、あるいは参入できない何かしらの障壁がある分野で別の分野を切り開いて新しい分野の第一人者になってしまおうみたいな話なのかなって考えています。確かにスチーム掃除機の第一早期ブランドとか、モバイルプロジェクターの第一早期ブランドとか、高出力モバイルバッテリーの第一早期ブランドってまだあんまり他にないっていうか、まあ、アンカーのものになっていく気がしますよね。でそうするとそのニーズが発生した時にやっぱりアンカーが売れるっていう構造になっていくのかなと思います。僕も今はしないですけど、例えばキャンプ行きたいなっていう人になったとしたら、その時にあモバイルプロジェクター欲しいなって思ったりすると思うし、そうなるとあアンカーが出してんなってまず間違いなく最初にサイトを見に行くと思います。あるいは外回りの営業のポジションに例えばなったとして、パソコンの Mac の電池がすぐなくなるようになったなって思ったら、やっぱり Mac を急速充電できるプロダクトないかなって探そうと思うだろうし、そうなった時にやっぱりアンカーのサイト見に行くのかなって思います。でこれはマス向けの安くて高品質なバッテリー商品が安定して売れてるからこそ投資する余裕があるとも言えると思います。ちなみにマス向けのプロダクトっていうのは地下ガリウム搭載以降で技術革新が少ない分、ポケモンコラボみたいな派手な広げ方をアンカー始めてます。でこれはこれでさすがアンカーって感じの勢いがあって、でも着実にいろいろ計算されてる戦略だなと思うんですよね。だから安くて安定的なプロダクトっていうのはそこまで今大きな革新埋めてないんで、まあ、だからそこはマーケティングで着実に売っていって、これまでアプローチできてなかったもうよりライトな層にもアプローチしていって、でその一方でその間に尖った自分たちだけの領域を作ろうっていうふうにしているのかなと思います。それで僕はこのフェーズ3に入ったアンカーかっこいいなって思います。別にマス向けを売っておけば安定して稼げるだろうし、横展開しながら着実に売り上げを増やしていくことだってできるんだろうけど、でもそれだけじゃなくてちゃんと投資してリスク取って新しいジャンル作ろうとしてるし、実際割とそれもニッチながら成功し始めてるっていうところがすごいなって思うんですよね。そして今度フェーズ4になると、この今フェーズ3だけどフェーズ4になると、今度多分もう今度はもうマス向けに革新的なプロダクトを切り開いていかなきゃいけなくなってくると思うんで、まあ、そうなった時アンカーどうやっていくのかなっていうのはさらに楽しみな部分だったりはします。ということで、今日の話はここまでです。今回もつらつら試験を話してすみません、アンカーの発表会に行ったレポートの動画の中で一番、ニッチな動画を目指しましたということで、僕もね僕は僕でそういった人とは違う動画を作っていきたいっていうチャレンジもあるので、まあこういった動画楽しいよっていう方いたらね、ぜひチャンネル登録して今後の動画もチェックしてほしいなって思う次第です。これが僕の挑戦かな。よかったらチャンネル登録して、動画もライクしたりとか、いろいろソーシャルメディアもフォローしてください。いろいろやってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。